はい、どん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 、トンペ、トンペです。よろしくお願いします。本日も始まりました。今日もありがとう、トンペです。本日は10月3日、ZOZO マリンスタジアムで行われました、千葉ロッテマリーンズ VS 北海道日本ハムファイターズの試合を振り返っていきたいと思います。日本ハム、辰孝太選手、ナイスピッチングでプロ初勝利！いや、来ました。では行きましょう。ハムホー、ハムホー、ハムホー！ということでですね、今日は、辰孝太投手が、今シーズン初登板ということで、まあ、辰投手といえばね、まあ、ドラフト1位でね、入ってきた選手で、まあ、いつ、ね、1軍で上がってきて、活躍するかっていうのをね、皆さんも楽しみにね、されてたファンの方も多いと思うんですけど、いや、今日、初勝利が来ましたね。いや、よかった。やっぱ持ってますね。うん。やっぱりね、天理高校でね、身長も高くて。まあね、昔はバッティングの方が上手いってね、言われてた選手だったんですけど、ピッチャーとしてね、才能が開花しまして、で、日本ハムに入って、まあ、あんだけね、身長高い選手もね、珍しいっすからね、まあ、ダルビッシュ投手とか、大谷選手ぐらいのね、ポテンシャルはあるんで、そのピッチャーが今日プロ初勝利ということで、ね、相手もカイケル投手って言ってね、千葉ロッテのね、左ピッチャーで、いいピッチャーだったんですけどね、よく勝てましたね。うん、やっぱ持ってますね。うん、ドラフト1位で入っただけある。うん、やっぱ持ってるピッチャーやなって今日思いましたね。で、まあ、今日のね、相手の千葉ロッテも、まあ言うたら日本ハムは CS で当たる相手なんでね。まあ2位が日本ハム。で、3位が、千葉ロッテ。で、開催がエスコンフィールドなんで、まあ日本ハムは、自分の地元でね、試合できるので、まあこれは結構ね、大きいと思うんですよ。自分のね、球場で。で、まあ今日は、ZOZO マリンスタジアムで相手のね、ホーム球場やけど、まあそれも前哨戦にはもってこいの試合でしたよね。で、まあ先制したのは、まあ、日本ハムやって。まあ、カイケル投手。ね、なんかユンケルみたいな感じでね、なんか体に良さそうな名前なんですけど。まあ、ちょっとなんか、アクシデントあったんかな？ちょっと足くじいてしまったんかわかんないですけど、2回で変わりましたよね。2回で変わって相手がもう国吉投手とか沢村投手とか、投げる状況になったんで。まあ、ちょっとカイケル投手ね、心配なんですけど。まあ、でも、ね、辰投手もピンチ作りながらも、要所要所抑えてたなと思いましたね。まあ、フォアボールも出してないし、スリーボール行ってもね、ストライク取って相手を打たせたりしてたので、まあ、3回ぐらいまで毎回先頭バッター出てたけど、まあ、しっかり抑えましたよね。3塁まで行ってもね、慌てずに。いや、やっぱあそこが強心臓ですよね。だから結構、3塁とか、まあ、得点圏にランナーがいたらもう、みんな、うわーって、打たれたらどうしようって絶対なるじゃないですか。でも、あそこならへんってことは、やっぱ凛としてるし、やっぱ心臓に毛生えてんねんなって思いましたね。うん。で、まあ、今日の打順言ってみましょうか。今日は1番水谷選手。で、2番が浅間選手。3番清宮幸太郎ちゃん。そして4番が今日はレイエス。5番がアリエル・マルティネス。6番上川端大吾選手。7番が万波中正選手。で、8番が伏見トライ選手。9番が水野達樹選手でした。言えた。いや、これ、新庄監督、ね、僕が言ってた打順してくれましたよね、これ。いや、まあまあまあ。多分新庄監督考えてたんやろうけど。いや、今日のね、打線が僕結構、一番理想っすね。うん、やっぱ、2番に、まあ1番水谷選手絶対いいんですよ。1番でね。結構勢いつけてくれるし、結構先頭打者で打つイメージあるんですよね、水谷選手って。ホームランもそうやし、ヒットもね、打つ可能性があるから、水谷選手1番僕よくて。で、2番浅間選手はなんでいいかって、浅間選手僕今、チームの打者で結構、なんていうんですか、調子いい選手のベスト4に入ると思うんですよね。そのぐらい浅間選手よくて。で、まあ何でもできるじゃないですか、今日も内野安打も打てるし、ね、守備もうまいし、盗塁もできるし、チームバッティングできるし、ね、ツーランスクイズとか、2者連続スクイズとか、そういう小技もできるし、何でもできるタイプが2番にいるっていうのはめっちゃでかいなと思います。で、3番が、やっぱ、ね、清宮幸太郎選手でも、ね、今年の後半、チームがこうやって上位に行ったのは、やっぱ清宮選手のおかげやなと思いますね。やっぱ前半は田宮選手、水野選手がね、まあ、下位打線の選手が、
チーム引っ張ってくれたと思うんやけど、まあ後半はやっぱ清宮レイエス、この並びがやっぱチームをね、今の順位に引き上げてくれたよなと思ってるんで、ね、まあ、清宮選手状態の波もね少ないじゃないですか。だから清宮選手3番よくて、でレイエス選手はもうね先月も月間 MVP 取って、この投高打低と言われてるね時代にね、まあレイエス選手今12球団でナンバーワンの外国人、いや12球団ナンバーワンの野手かも分かんない、そのぐらい今打ってますからね。で今今月のね月間 MVP も取れるんちゃうかっていう風にね言われてますんで、なんとかレイエスにね月間 MVP 取ってもらいたいですね。で、その後が今日アリエル・マルティネスも入ってて、まあマルティネスもね今ちょベンチにいてもやし、レギュラーで出てもやし、チームバッティングもできるしね、もうほんま頼りがいのある選手で、もう得点圏でもあってきたらもう集中力、ここぞの集中力すごいからね、うん、マルティネスもよくて、で6番の上川畑選手、僕この上川畑選手が結構ね、その、浅間、清宮、レイエスに続く4人目のね調子いい選手だと思ってるんですよ。上川畑選手がねやっぱ小技何でもできるというか、ここで打ってほしいなっていうところで勝負強さ、昔でいう元木選手みたいな、なんかその相手が嫌がるバッティングできるなと思いますね。なんかクセモノ的な感じがしてて、でまあこの4人が入ってんのが僕は理想ですね、うん、でまあ万波選手もねクリーンアップ打つタイプやねんけど、まあでもクリーンアップやったら力入るから、万波選手は7番にいてる方がなんか打ってるイメージもあるから、僕今日の打順結構理想っすね、うん、でまあ田宮選手と伏見選手はまあその試合によって変えるっていう感じで、まあこれが CS の結構僕はいい打順なんちゃうかなと思います。でまあ浅間選手がねもし調子悪くて、松郷選手が調子良かったら変えればねいいだけなので、まあここは結構今日の CS 日本シリーズにつながっていく打順なんかなって思いました。はい、でまあね、案の定水谷選手先頭でヒット打って出て、でまあその後浅間選手ヒットなって、でえあれエラーになったんかな、ヒットかな、内野安打になったんかな、で清宮選手もその後続いて、でノーアウト満塁になって、でまあレイエス、まあねあそこ最低でも犠牲フライっていうところで、まあショートゴロゲッツーになって、まああの場合は1点入ったけど打点にはつかへんねんけど、ゲッツーの場合まあこれでまあ1点先制して、まあまあまあノーアウト満塁って結構ね意外に点取れないパターンって多いんですよね。でこれ点取れなかったら結構きつくて、なんかその後の試合に影響するんで、まあここ1点取れただけでやっぱでかかったなと思います。まあここはねまあそのもうこ強いチームの野球ですよ、ゴロでもね点取ればいいんですよ、犠牲フライでも、うん、スクイズとかでもね、うん、まあこういう風に綺麗なヒットホームランじゃなくても、こういう風に1点取れ泥臭い点の取り方も僕は大事だと思うんで、まあその点の取り方できたのが、今日はでかかったかなと思います。でここ1点取って、でその立つ選手、まあ1点じゃ正直足りひんかな思ったけど、立つ選手ねさっきも言ったけど要所要所しっかり締めてくれて、まあ5回投げて、まあ、4安打かな、4安打で無失点に抑えた、これ上出来でしょ、今シーズン初登板でね、もうこれまあ、CS 日本シリーズ登板あるかは分からへんけど、まあでも来シーズンにはもう絶対本人も自信になるし、でプロ初勝利になったし、またオフもね頑張れると思うんですよね。だから今日の勝ちはでかかったなと思います。でまあそっから6回からもう継投に入って、で、ファイターズも磯畑選手とか矢沢選手がねセンターレフトに出て、でまあ今日もレイエスファーストで出てましたし、うん、まあなんかいろいろ試せてますしね、うん、やっぱいいですよ、試した方がいいですから、今の仕込みの段階なんでもう順位決まってるから、 SNS とか見てたら日本ハムなんで今試すねんって、もっと試さんでええから買ってくれみたいな風にね書いてる人いるけど、いやいや新庄監督言ってたやつ、もう日本シリーズで勝つことしか考えてないですとね、皆さんも今順位負けてももう2位は2位やねんから、勝っても負けてもね、だからそうやって CS 日本シリーズに向けて、まあ、去年一昨年やったらまずもうこの時点で最下位確定やったし、もうこの時点で試合終わってたじゃないですか、10月の初めで、でも今年はもう10月の中日で、もしかしたら11月も試合できるかもわからない、で CS 日本シリーズに負けた方がみんな落ち込むから、だから今のうちに僕は仕込みやと思ってるんで、焼き鳥屋の仕込みと一緒ですよね、忙しい時に向けてしっかり仕込んで、
お寿司屋さんとかもね、しっかり魚とか仕入れて、しっかり、仕込みをやって、本番の時に握って出すみたいなね。そう、だから今めっちゃ大事な時期で、これ いろいろ試してるのは強いチームの証拠なので、まあ、これは皆さんも、ね、あの新庄監督信じて、ね、ファイターズいいことをやってるんで、あのこれはもう皆さん楽しく見た方がいいですよ。でその後、日本ハムも継投で、まあ、山本拓実投手が良かったな今日はな斎藤幸也投手も良かった。斎藤幸也投手そこから行ってで、杉浦投手やろ、杉浦投手良くてで山本拓実良くて、いやなんか抑えやってもいける感じするな。あんな悪いっていうさ、身長はね決して大きくはないけど、やっぱ身長関係ないよ。あの気持ちがあったら生ためて投手も山本拓実投手も気迫あるピッチャーやから、ああいうピッチャーなんか相手も嫌やもんな。でその後、9回河野投手投げて、で河野投手が一人ランナー出したところで田中正義出して、まあ、田中正義投手も正義執行で今日しっかり、抑えてくれてね、まあ、これはいいイメージでね、最近ちょっと打たれてるイメージもあったと思うんやけど、まあ、これはいいイメージで CS に行けるんちゃうかなと思いますね。ラスト今日の千葉ロッテのZOZOマリンスタジアムでしたけど、でまあこれで、勝つんですけど、まあその前にまあ皆さん9回ですよね、磯畑選手がライト前ヒット打ったね。いやでかいね、ダイソーで磯畑選手もねしっかり出てくれるけど、やっぱり僕打撃も結構ねいいと思うんですよね。猛打賞とかもね去年とかも出たし、うん、やっぱ磯畑選手がね守備走力足はもう文句ないから、もう打撃良ければレギュラーでもね出られるぐらいなんでね、あの浅間選手松郷選手いますけど、まあ磯畑選手が来ても面白いですよね。で磯畑選手が出て、で相手もプレッシャーあったと思うんで、うわ一塁に磯畑おるわっていうところで清宮じゃないですか。ほんだらやっぱ磯畑選手の足気になるから、もうピッチャーも打者に集中できへんからね、50-50になるわけです。ほんだらもう100で投げられへんから50で投げたらもう清宮選手カキーン打って、今日みたいなツーランホームランになりますから第14号。いやもうこれがでかいよね、日本ハム今年はやっぱりその先制点だけで終わらないというか、中押しダメ押しもできる。まあ今日はこれがダメ押しに結果になったんですけど、まあツーランホームランで、まあ今日の試合展開やったらもう継投もうまくいってるから、まあ今日の展開やったらね、3点あれば十分でしたよね、うん、この14号ツーランホームランでかかった。で新庄監督もタッチこうやってましたねこうやってイエイって、そういやほんまね、いやだからこの3点目でかかった。で最後河野投手で田中正義投手が抑えて、3-0で辰光太選手、プロ初勝利で1勝目、でこれ CS に向けて、まあ、千葉ロッテに、まあ、清宮選手嫌やなとか日本ハムのピッチャー嫌やなっていうね、なんかイメージを植え付けられることができたのが僕はめっちゃでかかったなと、うん、今日の試合思いますね、ほんま。いやね、辰光太選手もなんかヒーローインタビューでなんかね、なんかもう何十勝ぐらいしてますよ感出てましたよね。なんか風格あるというか、なんか受け答えでも、あ、自分は納得してないんですけど、まあ勝ててよかったですみたいな。うん、なんかまあ、ね、勝ってくれと思って見てましたとか、なんかねいいですよね、ああいうあのつわもの感もあるんで、はい、あ、いや今日のガチはファイターズにとっても嬉しいですね。やっぱこうやって CS 日本シリーズに向けて試すのも大事やねんけど、試しながら勝つことってやっぱねめっちゃ嬉しいですよね。でまあもう食べさんとってってさっきもね言う人 SNS いるけど、ノン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 ボーイノン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 ガールですよ、ほんまね。もうこうやって今試せてるのが一番いいんですからね、これで試せてなかったら立つ投手も投げられへんしさ、磯畑選手が今日ね打つこともなかったしさ、そう清宮選手ので結果ツーランホームラン見られたんですから、いろいろやっぱこの時期にね仕掛けた方がいいですよ。でまああと楽天戦があるんかな、あと楽天戦があるんで、まあそれでシーズンは終わるんでね、はい、いやーこれ楽しみですね。まあ本番はもう CS でファーストステージ第2ステージ勝って日本シリーズですから、
まあ、プロ野球セリーグも、まあ、巨人が勝って、まあ、阪神もね今 CS ありますからね、阪神日本ハムになると思うよね。僕はこれが盛り上がると思う。阪神もね、岡田さん監督変わるかもしらへんみたいなねニュースも出てて、藤川球児さんがねなるかもしれないっていう噂もありますけど、まあ、それはねまだ早いかなと思うんですけど、やっぱ人気球団ですよね。去就が出るんですねこの時期に、はあ、まあこれはね、日本ハムが僕はあの日本一に今年はなると思ってます。はい、まあ、ソフトバンクにもね今日本ハム勝ってますからね、うん、あの12球団で一番強いっていうね、他のチームはソフトバンクにどうやったら勝てんねんっていう感じやのにさ、日本ハムはなんか全然苦手意識ないやん。だからこれがそう熱いし今強くなってるなと思う。これ多分嫌やと思うねんな。今しかもファイターズはね、そのレギュラー組だけじゃなくてベンチもいいしファーム組もいいじゃないですか。まだ野村選手とかもファームにいるんですからね。でまあその、ね、選手とかの入れ替えもあると思うし、まあレギュラーシーズンで活躍した選手プラス CS とかそういう日本シリーズとか短期決戦に活躍する選手とかもおるから、これ僕キーね、新庄監督言われた時は山本匠投手とか、まあ、野村ジェーム上がってきたら分かんないですよね。野村ジェーム活躍しそうな感じするけど、こういうね短期決戦男っているんですよね。それが日本ハムは、まあ、新庄監督は山本匠投手って言われてて、まあ、今日そのぐらいいいイメージをねくれる勝ち方してくれましたよね、うん、でも立つ投手もね今日ナイスピッチングだったんで、まあこれはまあ多分 CS とかはもうね投げない、まあ、中継ぎとかタイプ違うから、まあ、来年の、まあ、これ明るい素材になりますよね。なんか先発でやってくれんちゃうかなって、うん、でやっぱりね皆さんは松郷も今日当たり戻ってましたよね。あのライトのね相手のいいプレーでねヒットにはならんかったけどいい打球打ってたんで、あれはあ松郷今日調子上げてるなって思いましたね。でタミヤ選手とかもね途中で出たし、うん、郡司選手もキャッチャーできますからね。これは CS にとって明るい材料がいっぱいあるなと思っております。はい、いやこれはもういいですね。もう日本ハムに行っていただきましょう。でも田中正義も今日良かったから、うん、で杉浦投手、山本拓実が今日何と言っても良かったな。斉藤佑樹やとね、この3人がね、あの河野投手が池田投手が田中正義投手がやっぱ緊迫した場面でね、7、8、9って緊迫してるから難しいやん。それをずっと1年間投げてきてくれたからね。そうだからこういう CS とか日本シリーズはもしかして短期決戦はこの斉藤佑樹やとか杉浦投手とか、今日投げてないけど堀瑞希投手とかが救ってくれるかもからね、意外とキーマンになってくれるかもね、まあ、その辺も含めてこれから楽しみなので、はい、あのみんなでワクワクして、楽しんでいきましょうということでですね、まあ、皆さんも感想あると思います。俺はこう思った、私はこう思うわとか何でも大丈夫なので、じゃんじゃんコメント欄に書いていただきたいと思います。そしてチャンネル登録、そして、高評価ボタンですね、いいねボタンも押すと、まあ、いろんな人に拡散されるみたいなのでよろしくお願いします。で、私インスタグラム、ツイッターもやってますんで、 SNS もやってますんで、ぜひそちらもフォローしていただきたいと思います。ということで皆さん、ハム法ですよ。まだね9時10分ぐらいでしょね、9時まだあの早いんで、ちょっと時間あるんでね、今日の試合の余韻に浸りながら、皆さん晩酌したりとかご飯食べながらとかお風呂入りながらとか、楽しんで、また今日のね試合見て楽しむのもいいんじゃないでしょうかということで、皆さん、まあね残り試合も少ないですけど、まあ、CS 日本シリーズに向けてみんなで全力楽しく応援していきましょうということで、皆さん今日も見ていただきましてありがとうございました。あつとん、あのす。